フランツ・シュレイカー、フランツ・シュレイカー、フランツ・シュレイカー、1878年3月23日、モナコ1934年3月21日ベルリンは、オーストリアの作曲家、指揮者、もっぱらオペラの作曲家であり、拡張された調整という手法や、総合芸術という概念を20世紀音楽の表現法に持ち込んで、美学的な多様性、ロマン主義、 自然主義、象徴主義、印象主義、表現主義、新植物主義屋根色の実験が特徴的な作風を繰り広げた。ボヘミア出身のユダヤ人の宮廷写真家、イグナツ・シュレッカー、イグナーツ・シュレッカーと、シュタイアー・マルク州出身のカトリック信者の貴族であった、エレオノーレ・フォン・クロスマン、アレノ・フォン・クラースマンとの長男として生まれ、ヨーロッパ中を転々とした後、 父親の死後1888年に、リンツからウィーンに移った。1892年に、奨学金を得て、ウィーン音楽院に進学し、ジギスムントバ・ハリヒとアルノルト・ロゼーに指示して、バイオリンの学習を始めるも、ロベルト・フックスの作曲家に移籍し、ついには1900年に卒業して作曲家として、独り立ちを果たす。最初の成功作は、 原楽合奏のための、感想曲、インテルメッツを作品8であり、これは1901年に新音楽新聞、ノイ・エムージー・コリシャ・プレスから賞金を授与されている。また、早くも1895年には、デイプリング・楽友協会、ファイン・デア・ムージーク・フレインダ・ドーボリングを創立して、指揮者として、活動を始めていた。1907年には、 フィルハーモニー合唱団を結成して1920年まで、その式にあたり、アレクサンダー・ゼムリンスキーの、詩編第23番や、アルノルト・シェーンベルクの、グレの歌と、チニワ、は、フリード・アウフ・エデンを初演している。音楽院を卒業後の数年間は、様々な仕事をして、ここを押しのぐ日々であったが、舞踏家のグレーテ・ビーゼンタールとその妹、エルザの移植により、 1908年のクンストシャウ、カンストスカオのお年のために、パントマイム、王女の誕生日、デア・ゴバート・ストック・デア・インファントンを作曲し、芸術的な成長が、やっと注目を集めた。この野心作が当たったため、シュレーカーは、ビーゼンタール姉妹のために、舞踊音楽をさらに手掛け、風、デア・ウィンドや、緩やかなワルツ、バルス・レント、舞踊劇、ロココ、 エーン・トンツ・シュピールなどを作曲した。1912年にフランクフルトにおいて1903年から取り組んできた歌劇デアファーン・クロングが初演を迎えると、シュレーカーの名声は確かなものとなり、同年ウィーン音楽院の教授に任命された。この突破口は、その後10年間の成功の始まりを告げるものであった。ただし、1913年3月15日に、 フランクフルトとウィーンで同時に初演された歌劇、お茶と姫君、ダススピールワークと大プリントセシンは、大して歓迎されなかったが、ウィーンでは騒動を引き起こし、シュレーカーの名をさらに広めるのには、かろうじて役立った。第一次世界大戦の勃発によって、シュレーカーの成功は中断されたが、歌劇が、1918年4月25日に、 フランクフルトで初演されると、シュレーカーは当時の最先端を行くオペラ作曲家に押し出され、やはりフランクフルトにおいて1920年1月21日に行われたの世界初演が、シュレーカーの経歴の絶頂となった。この二つのオペラの合間に、ウィーン音楽院の教員のために作曲された室内教曲は、やがてレパートリーに入り、現在最も頻繁に演奏される。 シュレーカー作品となった。シュレーカーは1920年3月にベルリン高等音楽学校の校長に任命され、1920年から1932年まで、多種多様な学科で多岐にわたる音楽教育を行った。主要な門邸については別記の通りである。シュレーカーの名声と影響力は、ワイマール共和国初期の数年間に頂点を迎え、当時は、 リヒャルト・シュトラウスに次いで最も上演されるオペラ作曲の一人となった。1923年にオット・クレンペラーの指揮でケルンで初演されたクル,エル・える炎、イリローが賛否両論に分かれ、1928年にエイリヒ・クライバーの指揮による歌える悪魔、ダーシン・ウンド・トーファルが失敗に終わるとともに芸術家としての命運も下り坂を迎えた。 正解の動向と反ユダヤ主義の蔓延もまた引き金となり、シュレーカーの経歴は終焉に近づきつつあった。ヘントの火事や、デア・シュマイド・フォンヘント、1932年、ベルリンは右翼のデモによって妨害され、クリストフォルス、クリストファースのフライブルク諸演の予定は、ナチスの圧力によってキャンセルの浮き目を見た。ついに1932年6月には、 ベルリン高等音楽学校校長職をもう失い、翌年には芸術アカデミー作曲家の教授職も解雇された。九百三十三年十二月に脳梗塞を患った後、翌年三月二十一日に五十六歳の誕生日を目前に他界した。シュレーカーはウィーン音楽院を卒業すると徐々にブラームスの影響力から離れ、リハルト・ワーグナーやリハルト・シュトラウス、 ディーリアスやドビュッシーなど多様な影響を設中して独自の音楽語法を練り上げていった。基本的に超的な作曲家であるが高度な半音外技法や副調の要素も組み合わされている。ラベルはウィーンを訪問した際にウニベルザール出版社でシュレーカーの室内公共曲の出版譜を見つけフランスに持ち帰ったと言われている。また、 戦立性よりも多彩な和音の音色や音響を重視する姿勢はポストセリエル音楽による音響作曲法の台頭した1950年代終盤にテオドール・アドルノにより再評価された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。